にちは、カテオリです。今回は、こちらの小型ネオレゲリアを植え付けていこうと思います。こちらのブロメリアは先日行われたサンシャインラン展でスピーシーズナーサリーから購入したものです。品種は、ネオレゲリアバヒアナという品種で、バイーア州からミナスジェライス州にかけての山脈に分布する種類で、産地により様々なバリエーションが存在するようです。で、この個体は小型で株の基部が膨らむような姿をしています。で、2010年にブラジルで採集された株からの分け株になります。この個体購入時はもっと緑色をしていたんですけど、LED の下で数日ほど管理してたら、このような感じで全体的にピンクっぽく色づいてきました。では早速植え付けていこうと思います。今回準備したものは、このようになっていて、まず、土と、あと植え付ける用の鉢と、あと、手作りの土入れを用意しました。で、この土については今回少し固めの用土を使用したかったので、サボテンや多肉植物用なので売られている、培養土を準備しました。じゃあ早速やっていこうと思います。まず土を半分ぐらい入れます。で、土を半分ぐらいまで入れたら、だいたい鉢の中心に株が来るぐらいに、調整して、このぐらいかな。そしたら残りを入れていきます。はい、植え付けが終わって、こんな感じに、仕上がりました。では最後に、水をあげていきたいと思います。で、ネオレゲリアはタンクブロメリアの仲間なので、このような感じで株の中心部に、水をためて、そこから、水分を吸収しているので、このタンクの部分にしっかりと水をあげていきます。はい、ということで水やりも終わりました。今回は以上になります。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。このチャンネルではティランジアの成長記録や品種紹介、育て方などを更新していきます。もし面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価、コメントの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。いやー、こぼしたね。